育田の者たちが敗れ去っていった。あー出た、おーやばい、うそー大爆です。わー、おしまいだ。奴らの晴らせぬ思い、最強の称号はこの4人に託された。鬼奴軍団の背景小僧、マキシマムパーパーサム剛。結成8年目のお笑いコンビでツッコミを担当するこいつが鬼奴に推薦されたのにはあるわけがあったのさ。まあ、これは彼の個人的に行ったホールで、もうお金なくなってやめようかと思った時にドル箱を見たら一玉残って、その一玉で見事着火に入り、その一回転でなんと大当たり引いて勝って帰ったっていうふうに武勇で思ってるんですね。最後の最後に恐ろしい引きを持つ男、はっきり言って強いぜ。続いてはこの男、どん底のヒデ、トロサーモン村田。実力派漫才師として数々の賞を総なめにしてきたトロサーモン、しかし昨年あたりから運がガタ落ちだという。芸人相方久保田はろくなリーチもかからず敗退。ちょっとね、運気の悪い昨年だ、運気が悪かったんで、ちょっと払拭して新しい一年を迎えたいなと。勝つ、絶対勝つ。玉出し女帝セレブ大鳥。パチンコ必勝本クライマックスで連載を持つ人気実力ともにナンバーワンの女性ライター、それがセレブだ。今回自信の方はめっちゃくちゃありますよ。だって今回鬼奴さん出ないですよね。もう意味わかんない。芸人さんね、皆さんパチンコがすごい好きだっていうのは聞いてますけれども、やっぱり鬼奴さんにはかなわない的な感じなのかなと思って、そういう雑魚どもが相手でしょ。余裕です。最後はこいつだ、銀玉タンメン次長課長河本。パチンコはやっぱりこう時間があって、お金がキツキツの時にもう一か八かでこう大勝負をかけにパチンコによく行ってたんですけど、今ちょっと時間ないしお金めっちゃあるんですよね。だからちょっと今はもうちょっとご無沙汰なんですけども、嫌なことでもない。そうですね、できればもう巻きたいぐらいですから、屋上からそれぐらいあるんでね、ちょっともう懐かしい感じで打ちたいですよね、昔ながらの感じで、はい。さあさあ、最強の座をかけた戦いが始まるぜ。パチンコ必殺仕事人法、最強仕事人決定戦ファイナル。今最強仕事人に最も近い3人の男と1人の女、果たしてこの中から優勝の栄冠を手にする者は。さあ、それでは最強仕事人決定戦決勝戦のルールの発表です。数々の試練を乗り越えてよくまあここまで生き残ったな、河本。ズルしたんじゃねえのかお前。ズルしてないですよ。残り時間1時間半の中で思う存分に暴れてみな。打ち止めの時間のその先に最強仕事人の称号が待ってるぜ。飽きたのか、もう役に飽きたのか、どうした。最後はもちろん出玉の大勝負、90分後に一番出玉を持ってるやつが最強仕事人だぜ。それでは参りましょう、カウントダウンスタート。さあ大仕事だぜ、行くぞい。さあではここで改めて現在の出玉確認してまいりましょう。トップを走るのが 24,484 発、次長課長河本、それに続くのが 23,624 マキシマムパーパーサムの剛、さらに 19,157 発がパチンコライターのセレブ大鳥、
そして4番手滑り込んだのがトロサーモン村田秀明、18,214発。さあこれから一体どんな戦いが繰り広げられるのか。90分後誰が頂点に立っているんだ。やばいやばい。学園中のトップ高本、まずい、まずい、いきなりピンチのようだぜ。ファイナルチャンス、ファイナル、ファイナルチャンス。あっ、あー、赤、いや赤、赤、赤、赤。来た。いや大当たりが来たんやけど、すごい。うわ8で来てもうだから、これで必殺モードが終わると。あ、なるほど。剛が、剛が当たる。そう、先を考えると。河本を追いかける現在2位の剛と4位の村田、並んで打つ2人になんと同時に疑似炎発生だ。もう一回、もう一回。おー来た。おお、熱い熱い。2回来た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 。熱い熱い熱い。赤、赤フスが出た。頼む、引き伸ばせ。村田はマサリュウスペシャルリーチ、剛はリュウスペシャルリーチ。二人ともここで当てればトップ河本に追いつくチャンスだ。熱いぜ。まだ分からん、まだ分からん。どうだ。おいおい、二人とも外れかよ。と思ったら村田の台からサプライズボタンが出てきてるよ。押して押して。おー来た。村田復活演出で確変大当たりだ。おー村田いきなり必殺大当たり。トップを走る河本と村田の差はこれ約6000発ちょっとですよね。これまだ